差し込まれた時にこのかけるんがめっちゃやりやすいと思う。前回ね C53 で C 出したので、今回は C48、 僕はこっちの方がちょっと気になったんで、こっちでちょっと軽く振っても回転かかりそうですよ。C48 の方が僕が好きな食い込ませて打つっていうのがまだやりやすい。あとオートで回転がかけれてる感がすごいな。ちょっとね自分のラケットでやってみます。 R の方がしっかり食い込ませて打ってる部分、高い音が鳴ってるんですよ。こっちの C の方は本当に表面でかかってる音。次打ちやってみましょう。ああ、引っかかりだ、うん、いや、いいね、カウンター。あ、これはいいわ、気持ちいい。ちょっと R とかやってみよう。全然違う。僕は食い込ませて飛ばすからフォアは R の方がいいのかなと思うんですけど、 C は C で表面でかけれるんで、かけ方の好みの違いかなっていうのはすごいあります。R48 よりも硬く感じるね。バックで踏めば下回転して、こういうボールめっちゃやりやすい。差し込まれた時にこのかけてるんがめっちゃやりやすいと思う。ほらドライブって、カウントやりやすいな。ボールが長く持ってくれてるんで、そのまま入っていく。 R でカウンター同じように見に行ったら、あのこうやって弾みすぎる。普通に振っちゃえば。今一番やってて思ったのはカウンターっすね。バックでカウンターするのはなかなか少ないと思うんですけど、こう軽く振るだけでやっぱボールが最後沈んでくれる感が強い。だから振っても安心感がある。スポンジ自体は硬いんで、強く打ちに行った時にも相手のボールに負けないんですよ。回転はかけたい、でも威力は出したい、多分みんなそうだと思うんですけど、に、あの一番うってつけ 2.0 ってウルトラマックスだったら最初は 2.0 購入されるのがおすすめかな。僕はフォアは多分 R 使うんですけど、バックは C 選択肢に入れていきたいなと。そしたら今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。